ボルボ PV444、544は、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1946年から1965年まで生産した乗用車シリーズである。ボルボにとっては、初の本格的な量産型小型乗用車となった。1940年代前半の米国製、フォードセダンにも似た、前後フェンダーが独立した。 プレーンバックスタイルの流線型ボディは長く生産が続いた結果、1950年代中期には早くも時代遅れになっていたが、旧式な外観に見合わぬ、軽量な車体とシャーシ設計の良好さで優れた動力性能を発揮、モータースポーツでも活躍した。アメリカ合衆国をはじめとする国外輸出も多数行われ、今日のボルボ乗用車の基礎を築いた。安全性。 耐久性への配慮や一つのモデルを長期間生産するという20世紀末まで続いたボルボの伝統もやはりこの PV444、544で確立された。スウェーデンは第二次世界大戦中を通じ中立を守ったため戦火から免れたがスウェーデンを囲むヨーロッパ諸国は戦勝国、敗戦国を問わず後半に戦火を受けており、 戦争終結後の厳しい戦後不況の影響からは、スウェーデンを免れがたい状況にあった。ボルボ社経営人は、戦後の経済的急乏の中、会社の生き残りのためには、従来の市場で、中級以上のレンジにあたるボルボ社よりも、より小型で、経済的な商品を開発することが必須であると、洞察、戦時中から、新型車の開発を開始していた。新しい小型車は、 PV444 として1945年2月に発表された。実際の生産は戦争終結後の1946年秋にずれ込んだが戦後に市場に投入された新型車としては最も早い時代となった。社名の PV はスウェーデン語のパーソンボーン四十四は四人乗り四気筒四十馬力の意味であった。メカニズムの特徴としては ボルボとして初めて世界的にも比較的早い段階でモノコックボディを採用し車両重量を1トン以下に抑えたことが特筆される。また前輪サスペンションも当時のフォードがまだ固定軸であったのに対し独立喧嘩を採用した。エンジンはボルボ発のオフ直列4気筒が新開発された。当初のエンジンは B4 バイト型と呼ばれ、 排気量は 1414cc でその名の通り40馬力であったが、1955年には SU ツインキャブ付きの B14A 型が追加され、1957年には 1583cc の B16AB16 バイトに変更された。1953年にはサンドアワゴンの PV445 デュエットも追加された。1958年までの14年間に、 約20万台が生産されている。途中の小変更により A、B、C、D、E、H、K、L の合計8シリーズがある。当時の日本にも少数ながら輸入された。1956年には完全な戦後型として、ボルボ120シリーズが登場していたが、PV 系の高い信頼性、耐久性と、鈍重な見かけによらぬ。 高性能を愛好する層も少なくなく、1958年には改良を受けて PV544 に発展、Amazon よりも廉価な価格帯をカバーするモデルとして存続した。車体の変更点としては、フロントウィンドウが1枚ものの曲面ガラスとなり、リアウィンドウも拡大されて視界が改善されたこと、居住性も改善されて5人乗りになったことである。 リアサスペンションも120シリーズと同じ、コイルスプリングに改められた。エンジンは当初 PV444 の後期型と同じ B16 系であったが、1962年以降は P1800 クーペと同じ 1778CC5 ベアリングの B18 型エンジンとなり、特にツインキャブの B18D 型搭載車は、ボルボスポーツ B18 として、 高性能を売り物に販売された。また、他のボルボ各社と同様1959年には3点式、シートベルトが装備され、ダッシュボードにはクラッシュパッドが貼られるなど、早くも安全性にも配慮がなされていた。PEV544 は、当時の日本へも中流前軍人や外交官によって持ち込まれ、日本人愛好家によって乗り継がれた。 漫画家の佃田君彦もそうしたオーナーの一人であった。PEV544 は1965年に生産を終了するまでに約24万台生産されたが、ワゴン版の PV210 デュエットはボルボ140シリーズにワゴン版が登場する1969年まで継続生産された。p v 5 4 4はその 北欧のラリーカーらしい強靭なボディかつ、コントローラブルなハンドリングを買われ、スティグ・ブロンクビストをはじめとする、北欧系ドライバーたちの多くが、PV544 でラリーを始めたとされている。ポテンシャルは高く、WRC 設立以前のラリーである、ヨーロッパラリー選手権を二度制す実力を発揮した。1965年のサファリラリーでは後年まで、 ラリー界でなお白すジョギンダシンが PV544 を借り初優勝する。この時にシンが買っていた PV544 は前年のラリーでボルボワークスが買って大破させケニアに残していったものでシンによって修復され出走、優勝したという逸話がある。ありがとうございます。